中央区側より、撮影9月1912年完成の旧、新大橋東詰公園内にある旧新大橋の、京中博物館、明治村に移築された旧新大橋新大橋新大橋は、隅田川に架かる橋で、東京都道、千葉県道55号東京市川線を通す。西岸は、中央区日本橋浜町2.3丁目。東岸は、江東区新大橋1丁目。 付近地下に都営地下鉄新宿線が通る。最初に新大橋が架橋されたのは、元禄六年十二月七日である、隅田川三番目の橋で、大橋と呼ばれた両国橋に続く橋として、新大橋と名付けられた。江戸幕府五大将軍、徳川綱吉の聖母、慶将院が橋が少なく不便を強いられていた江戸市民のために、 家境を将軍に進めたと伝えられている。当時の橋は、現在の位置よりも、やや下流側であり、西岸の三戸半御用邸の敷地と、東岸の幕府御用船の係留地をそれぞれ埋め立てて、橋詰めとした。橋が完成していく様子を、当時東岸の深川に、芭蕉案を構えていた松尾芭蕉が、区に読んでいる。初雪や駆けかかりたる橋の上。 ありがたやいただいて踏む橋の下も信大境は非常に何度も破損、流出、承知が多く、その回数は20回を超えた。幕府財政が窮地に立った教法年間に幕府は橋の維持管理を諦め、廃橋を決めるが町民衆の単元により、協梁維持に伴う諸経費を町方がすべて負担することを条件に、延長元年には存続を許された。 そのため、維持のために、橋爪にて市場を開いたり、寄付などを集める他に、橋が傷まないように当時は、橋のたもとに考察が掲げられ、この橋の上においては昼夜に限らず往来の矢から、安らうべからず、小人物もら人をとどまりいるべからず、車の類一切引き渡るべからずとされた。その後、1885年に、新しい西洋式の目標として掛け替えられ、 1912年7月19日には、ピントラス式の鉄橋として、現在の位置に生まれ変わった。春工後間もなく自然が開通し、アールヌーボー風の降欄に白い花崗岩の親柱など、特色あるデザインが見られた。戦後、修理補強を行いながら使われていたものの、橋弟の沈下が甚だしく、橋の晩年には、大型車の通行が禁止され、 4トン以下の重量制限が設けられていた。1977年に現在の橋に架け替えられた。急遽は前期のようなデザインを有する貴重な建築物として愛知県犬山市の博物館明治村に中央区側にあたる全体の8分の1約25メートルが部分的に移築されて保存されており、2004年には明治村隅田川新大橋の名称で、 国の登録有形文化財となっている。歌川広重の西絵とゴッホの模写、歌川広重が、その裁判年に描いた名所江戸百景の中に、新大京は、大橋あたけの夕立として登場する。ゴッホが特に影響を受けたとされる。この絵は、日本橋側から対岸を望んだ構図である。あたけというのは、この新大橋の貸しにあった幕府の、 古洋線経流上にその巨体ゆえに経流されたままになっていた史上最大の畑線でもある漁座線畑丸にちなんで神大橋付近が俗にそう呼ばれていたからである。また斉藤月神の江戸名所図絵には神大橋三派として描かれている。三つ股とは神大橋の下流で隅田川が中州によって分流する地点で潮と水との分かれ流れるところゆえに 別れの淵と呼ばれ月見の名所として知られていた。新大橋は関東大震災の際に隅田川の橋がことごとく焼け落ちる中で唯一被災せず、避難の道として多数の人命を救ったため、人助け橋と称される。この橋も火の手が迫っていたが、警察官や在京軍人たちが避難民の荷物をすべて側に捨てさせたことで、んとか難を逃れることができた。 現在でも橋の西詰めにある、九州警察署浜町交番敷地裏に、耐震火災記念碑、及び、人助け橋の由来碑があり、付近にある水天宮のご神体も、この橋に避難して、難を逃れたと言われている。ありがとうございます。